はい、皆さんおはようございます。和道です。先ほどはたくさんの花火ありがとうございました。すげえ感動しました。すいません、あんなによくしていただいて。今日はですね、2018年5月の17日、朝の8時10分です。よろしくお願いします。飯雑です。おはようビゴンさん、山部さん、おはようございます。山部さん、おはよう。いやー、ありがたいな。本当によくしてもらって。来たの？ちょめちょめいらっしゃい。楽しんでって。おはよう。おはようございます。みんなおはよう。今日もよろしくだね。なんかジュース買ってこようかな。のんちゃん飲み物いる？なんかコーラ、ケバブ丼っつったらコーラ飲みたくない？コーラ買ってこようかな。おー、椎名さんいらっしゃい。ちょめちょめありがとう。わたあめもいらっしゃい。楽しんでって。コーラ食べようかな。コーラ買ってくるわ。のんちゃん、ペットボトルのコーラってどこ売ってる？あそこに売ってる？ちょっとコーラ買ってくるわ。ペプシの方がいいや。ペプシの気分。行ってくんね。本当はいらないの。机に置いて。別の買っちゃった。なんか新しいの見つけた。キックスタート、マウンテンビュー、キックスタート。なんだこれ。てか外天気いいな。今日気持ちいいよ。みんなおはよう。今日はすげえ気持ちいい。おはよう。なんだろうこれ。はい、みんなおはよう。おお、来た来た来た。すげえな。来たよ。のりこケバブ丼。ケバブって作れんだね。のりこケバブ丼。はい、ワドツ。静岡天気悪くなるんだ。すげえな。キャベツ、キーマ、ライス。お米これあれじゃない？普通の米？にケバブに目玉焼き。すげえ。これあったかいの？あったかい？ケバブ丼だよ。
おお、これがキーマカレー。おお、すごいな。じゃあ移すか。のんちゃんがね、キーマ、のりこキーマライス定食を作ってくれた。いや、全然いいよ。これかけていいの？いただきます。おお、すごいな、のんちゃん。何でも作れるんだな。あー、うまそう。のんちゃん、これ自分で考えて自分で作ろうと思ったの？すごいね。天才だね、のんちゃんは。全部かけちゃおう。嬉しいな。のんちゃん、ありがとね。じゃあ、のん飯いただきます。ターメリックライスにキャベツにチキンケバブに目玉焼きにキーマカレーかけた。食べてみようか。これ、ケバブのソースもかかってんの？マヨネーズとケチャップみたい。え？かかってんの？すげえな。じゃあいただきます。実食。いただきます。うまそう。いただきます。いただきます。うまい。うまい、うまい、うまい。のんちゃん、おいしい。ありがとう。花火ありがとう。ありがとうございます。ドクメンさん、ありがとう。ありがとう。クール花火ありがとう。無理しないでよ、花火師さん。ありがとね。ドクメンさん、ありがとう。やだよ。みんな、あれだよ。余裕がある中で泣けてね。 いや、美味しい、美味しい。彼女が作ってくれるっていうのがね、彼氏とか彼女が作ってくれるの美味しいよね。嬉しいし。いや、嬉しい。朝から手作りなのはいいでしょ。なんか、どうしよう。あ、ありがとう。美味しいよ、のんちゃん。ケバブのチキンどうやって作ったの？うまっ。焼いたんだ。これターメリックライスは普通のお米？日本米？へえ、すごい。アイテムは、そうそう。あくまでチップなんだよ。お気持ちなんだよ。それを超えちゃうとやっぱ関係性が崩れると思ってる。おひねりよ。うまっ。すごいね。これ買ってみた。マウンテンデューのキックスタート。エナジードリンク。うまいのかな？アメリカのエナジードリンクだって。ありがとう。楽しいからおひねりありがとう。特命さん、花火ありがとう。おひねりありがとう。嬉しいな。ありがとね。ねえ。でもなんか、リスナーさんに、一人暮らしのおっさんリスナーに手料理を振る舞いに行く枠とかやりたいな。 なんか手料理ってね、家庭の味とかに飢えてる人多いからね。マウンテンデューうまいのかな？これなんかエナジードリンクなんだって、マウンテンデューの。キックスタート。飲んでみます。ケピケピ。仕事行ってらっしゃい。また来てね。すげえ味だな、これ。
いや、俺好きなんだけど、これ流行んないと思う。めちゃくちゃ好きなはずなんだけど、なんか30円のさ、チューチューするグレープフルーツのジュースみたいな味。俺は好きだけど、これ流行んないと思う。あれが一番うまいね。モンスターの赤がうまい。グレープ味だね。うん、うまい。ちょっと重りだからルあ、いいよ、いいよ。ー。大丈夫。いいの？ありがとう、お嬢。のんちゃんのご飯の材料代チップありがとう。花火ありがとう。ありがとう、お嬢。すごい、今日みんなたくさん、なんだろう。昨日もすごかったし、今日もたくさんもらえて嬉しいな。ありがとう、お嬢さん。みんな無理はしないでね。無理はしないで。ダメよ。みんなにも生活があるんだから。お気持ちね。嬉しいな。パチパチありがとう。すげえうまいよこれ。よかった、腹減ってたからなお、うまいし。カレーはどっかで売ってんのこれ。ありがとう。お嬢2発目ありがとう。ありがとうお嬢。あ、今月仕事頑張ったの？ありがとう。嬉しいな。お嬢ありがとう。連発ありがとうございます。嬉しいな。ほんじゃ冷房軽く入れてくんね。みんなが羽振り良くなって、みんなにお金が回るようになるといいね。みんながお金使って。お金は日本は止まってるだけだからね。日本自体は世界で有数のお金持ち国家なんだよ。日本はすっごいお金が眠ってるの。ただ止まってるだけなの。いや、嬉しいよ。ありがとう。ありがとね。頑張るね、俺も。お嬢も頑張ろう、一緒に。俺らがおじいさんになった時にさ、オフ会とかで、あの時代は辛かったね、つって、頑張ったね、つってさ、笑おうぜ、みんなで。なんだっけ、テイクマネ、ペイマネー、テイクマネーっていうのかな？お金を稼ぐこととお金を使うことは同時に、両方とも素晴らしいことで、お金を使わないことは実は悪なんだっていう概念で宗教の中にあるんだよ。お金って使わないことが悪なの、実は。だからイスラム教とかキリスト教ってお金を使わない、お金をうまく使う仕組みがあるんだよ。みーすけ、おはよう。例えば、イスラム教の教えって、みんな知らないと思うんだけど、イスラム教はあんま普及してないから、日本ではね。収入の、月収の10%を、自分より貧しい人に、渡さないといけないの。はい、ありがとう、ソーダさん。いらっしゃい。楽しんでってね。うちは変なの多いから。そこが醍醐味だから、変なのいっぱいいるから。激動の人生にしようぜ、みんなで。あれ？今話したっけ？イスラム教では自分の月収が20万だったら、10分の1の2万円を
自分より稼ぎの低い人に渡さないといけないの。必ず寄付をするの。すごいでしょ。宗教の中にそういう仕組みがあるの。だからホームレスがいなくなるの。社会的システムでいなくなるの。すごいでしょ。で、受け取る方が偉いとか渡す方が偉いじゃないの。だからホームレスに2万円渡すじゃん、月収20万の人が。でもどっちが上とか下とかないの。神様の約束をお互い果たしてるから両方とも対等な関係の。面白いでしょ。日本だったらさ、お金渡す方が偉いと思ってるじゃん。そうじゃなくて、神様の約束をお互い果たしてるだけの。税金じゃないの。これ素晴らしい考え方だよね。しげきさん、初見さんいらっしゃい。面白かったらフォローしてね。でもこういう考え方って広まるのは大事だと思うんだけどね。うん、そうそう。イスラム教っていうと過激派のイメージでさ、 IS とかのイメージで悪い宗教だと思ってる日本人って多いんだけど、あのイスラム教って結構完成された宗教って言われてて、法律と倫理観ととうとう矛盾がないんだよ。だからイスラム教に改変してる国ってすごく多くて、イスラム教イコール悪ではないからね。世界的な宗教だからね。うん、だからその広まっていくの。なんか戒律が厳しいんだけどね、イスラム教は。完成された宗教の一つだよ。ていうかもう宗教学者は分かってんの。現代で一番すごい宗教ってイスラムだっていう。国の法律と道徳観とか税金の仕組みとか全部矛盾しないように設計されてるから。だから後進国のさ、国の運営のやり方が分かんない国とかイスラムに改変するとうまくいくんだ。本来宗教ってそういうもんだったんだよ、仏教とかも。ありがとう。バースデーケーキありがとう。ありがとうございます。ハッピーバースデー。ありがとう。いつも見てます。ありがとうね。ありがとう。あ、いつも見てくれてんだ。ロムセンさんだ。ありがとうございます。ありがとう。ありがたく招待します。ありがとう。うん、俺は今考えてるのはクリスマスとかに企画、何かの企画を やりたいなと思ってて、電波少年のパクリなんだけど、なんか子供たちとかになんかプレゼントをサンタクロースで配るとか、そういうイベントやりたい。うん、企画でなんかやりたいね。うん、匿名さんありがとうね。だからなんかこう恵まれない立場の人たちっているじゃん。まあホームレスでもいいんだけど、なんかそういう人たちになんか年に1回還元する企画とかやりたい。うん、これね、カレーですね。ケバブカレー、ケバブ丼カレー。ありがとうございます。招待します。うん、なんかしかも俺っぽいやつがいいな。なんかいいのある？リスナーさんと考えようと思ってたんだよね。なんか電波少年は子供のいる家庭にリアツツしていってアポなしで、で子供のいる家庭にプレゼントを置かせてくださいっていう企画やった。ありがとう。バースデーケーキありがとう。匿名さん、リアルタイムで見れたのでありがとう。ありがとう。嬉しいな。すいません。何？今日はすごいみんなたくさんよくしてくれてありがとうね。いただきます。ありがとうございます。すげえな、今日。あ、そうなんだ。見ててよ、見ててよ。ありがとう、いやよ。いやー、ありがとう。すごいね、今日ね。いやー、嬉しいな。みんながよくしてくれてるからだね。
うん、あ、何でも答えるよ、主義さん。何でも普通に会話しよう、楽しく。うん、うん、うん、リーさん野菜、うん、うん、うまっ、のんちゃん美味しいよ、うん、なかなかやるよるの、のんめし、うまな。本当は経済学とかってさ、本当の本当のこと言うとデータの取り方とかすごく難しいのよ。どういう仕組みでそうなってるのかとか難しいんだけど、経済って大きく見るとそんなに難しい学問じゃないのよ。バカでも小学生でも理解できるの。だからね、ちゃんと教えるべきなんだよね。お金を使うことはいいことですよとか、お金を稼ぐことはいいことですよって、もう道徳で教えるべきなんだよ。道徳で、もう子供の頃から。だけど日本人でさ、お金を貯金することが偉いことだと思ってるでしょ。あれ間違い。貯金は別にそんなに悪いことじゃないんだけど、いいことではない。ツイッターフォローありがとう、リンさん、うん、よろしくね。フェイスブックとかもやってるから。お金はね、使わないと入ってこないっていうわけじゃなくて、お金を使わないとお金はお金として機能しないの。いや、あくまで引き換え権なのね。うん。いや、一部の人が溜め込んでしまうと、社会全体の経済活動が止まるっていう側面があるの。今の日本がそれ。お金がダブついてる、うん、あと日本が不景気だっていうのも嘘。不景気は本当なんだけど、言い方が間違ってて、企業の売り上げって下がってるイメージついてるでしょ。主婦の人ってさ、一般企業って日本の企業どん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 ダメになってる気がするでしょ。とんでもないよ。企業の成長率、バブルが終わったからずっと成長してるんだよ。つまり会社とかの単位で言うと、企業の売り上げはずっと上昇傾向の。従業員に給料が渡されてない、それが原因。そういう場合、特命さん、僕に花火を爆投げしましょう。こいつだって思うやつに投資すんのよ、うん、そう、人を育てるパワーもあるから、お金は。だから好きな生なしにお金ポンって投げちゃえばいいじゃん。ステッカー買って、俺の、うん、そう意外に知らないでしょ、みんな。日本の企業ってずっと成長してるんだよ、平均で言うと。笑けてきた。壺に入ってきたの、ラブ。いや、とんでもなく成長したよ。いいよ。名言だね。カオルさん、ダメよ、煽ったらダメよ。ご厚意でいただくもんだから。小次郎おはよう。煽ったら気分悪くなっちゃうでしょ。ご厚意でいただいてるから。
あ、最近上がったね。いや、アベノミクスの成功で少し上がった。でもね、あ、そのもらってる率と企業全体の率が違う。企業の成長率に見合ってないっていうことを俺が言ってるの、アキラさん。緊張したよ。うまいうまい。カオルさん、一回だけでいいよ。カオルさん、花火ありがとうは一回だけでいいよ。ずっと言わないの。怒るよ。カオルさん、ダメよ、煽ったら。ありがとうね。応援してくれてるのは嬉しいけど、あの、ホストクラブじゃねえんだから、ホストクラブのヘルプみたいなことはいいよ、大丈夫よ。下手くそなヘルプみたいな。お気持ちは嬉しいよ、カオルさん、ありがとう。客がいなくなるわ、リスナーさん減るわ、そんな。いや、使えないヘルプみたいになってるでしょ、これホストの。乗っかるんかい。乗っかったらもっとやるでしょ。お嬢、花火ありがとう。カオルの煽りに負けた。ありがとう。ありがお嬢っつってね。お嬢ありがとう。カオル意外と優秀なんじゃねえかっていうね。ありがとうお嬢。ダメよ、みんな無理したら。カオルだけ一人ノリが違うんだよ。テンションにギャップがある。ヘルプ嫌いだわっつって。そんなこと言うとミスケターゲットにされるよ、カオルから。ありがとうミスケ、花火ありがとう、ありがとうミスケ。カオル嫌いだわっつって。ありがとう。そろそろカオルに場内指名が入るんじゃないか。さっき解放が切れてたから。しつこいっつって。解放激横だったから、ジーザスかよ。神の中よ。アーザスじゃないんだ、ジーザス。クリスチャンかよ。解放怒ってたよさっき。カオルどうにかしてっつって。うまっ。給料袋なくした？どういうこと？え？ダメでしょ、給料袋なくしたら。ごちそうさまです。美味しかったのんちゃん、ありがとう。はい、超うまかったよ。本当？いや、うまかった、うまかった。ありがとう。
ったんだよ、ケバブ。うん、いや作り方ってあるの？ネットで調べたの？うん、新手の嵐みたいになってきた。いや部屋のどこか探しな探しな、うん、放送見てる場合ない。ビゴンさん1ヶ月の頑張ったお給料だから、うん、いでよかよという面白いな本当に。いや、どう超えたら嵐だよ、ほんと。完全な嵐だから。まあ、いいんじゃない？うん。ああ、満腹だわ。うまかったな。うん、イヤホンつけながら探しな。うん。バッグの中かどこか、うん、うん、いや盛り上げようとしてるのはわかるけどね、うん、恨みに出てる。好意が裏目に出るやつっているな。 M サイズ了解了解ありがとう。ニャコは名前書いた？ M サイズね、 OK。 M サイズメモっとくよ。M サイズ1枚ね、ニャコ。はいよ、 OK OK。 あの T シャツ名前書いた？ニャコ、ニャコは入ってたよな確か。今確認するね。自分の T シャツ買って自分の名前入ってなかったら嫌でしょ。うん、にゃっこ、にゃっこどこだ、あれ、あ、にゃっこ、あ、いたいた、 OK ね、入ってるね、よかった。名前入れた人、フォローしてる人で、ね、T シャツに名前入れた人いたら言ってね、うん、入ってる入ってる。捨て頃の時に着る限定グッズを作ってて、リスナーさんをそのリングに一緒にあげるっていう企画なんで、背中にこうやって名前入れんのよ。で、あれたまたま入ってないっけ、名前入れてって言って、フォローしてる人限定、 Twitter、YouTube、Facebook フォロワーさん、たまたま入れる、入れてよ、たまたまもリングインさせてよ、たまたま入れるよ、オッケー、タムタム、オッケー、名前書いちゃったよ、オッケー、タムタムの名前も入れるよ、うん、うん、オッケーオッケー、入れた入れた、背中に背負ってリングインするから、でグッズとしても販売するから、入れてほしいけど、Facebook ないんや。え、ビゴン、全然いいよ。入れるよ。あ、違う違う。ふわっちか、YouTube か、Twitter フォローしてる人だったら名前入れるってことよ。ビゴン入れていいの？ビゴン、俺の放送、フォローしてるでしょ？じゃあ、ビゴン入れるよ。ビゴン。はい、ビゴン OK。ビゴンありがとう。いや、あ、まだ作ってない。リンさんも名前入れる？リンさんも名前入れる？うん、OK、OK。ビゴン入れたよ。うん、うん、ちょめちょめも入れる、じゃあみんな入れる人は名前入れてってちゃんと表現してよ、後からクレームやだから。ちょめちょめ入れるよ、じゃあ OKOK、 ちょめちょめ、あ、間違えた、ちょめちょめ、はい、ちょめちょめありがとう。ちょめちょめも入ったよ、100人近くになるんじゃないのかな。うん、あ、オッケーオッケー。チケットはね、2時間ぐらい前に並んでたら絶対手に入ると思う。
あのね、意外とねチケット手に入ってない人立ち見来なかったから、今回早めに並びな。あ、オッケーオッケー、お嬢了解。ちょっと待ってね、お嬢了解。お嬢投げてくれたもんね。お嬢、お嬢はこっちね、了解。よいしょ。ここなんだっけ、36。よいしょ、いいね、いいね、お嬢っつって、いいね、オッケー。よし、でっかく入るよ。で、 T シャツは30枚限定で販売する。で、欲しい人はね5000円で販売するから、言ってくださいね、買おうと思ってるよって。りんちゃん名前入れる、どうする。はい、お嬢、いってらっしゃい、頑張ってね。うん、りんちゃん名前入れる？はいはい、了解。りんちゃんありがとう。じゃあ捨て頃、捨て頃わかんないかな、りんちゃんは。最近ね、今日からフォローしてくれたから。捨て頃っていう大会に出んの。格闘技の。よいしょ。りんと。りんちゃん入ったよ。りんちゃんありがとう。いいね。今何人か見てみようか。80名だね。いいね、80名。あー、椎名さんありがとう、ありがとう。バーと、うわー、何、ヒゲじいさんありがとう。ヒゲじいさんからグレート花火いただきました、ありがとうございます。クラッカーありがとう、バーガーありがとう、グレート花火ありがとう、見過ごしたありがとう、ヒゲじいさんありがとうございます。全然見てなかったな、今。すまぬ。全然見てなかった、すまぬ。ヒゲじいさんありがとう。名前入れたい人は言ってね。フォローしてる人で名前入れてよって言って。5、9、0。ありがとうございます。ありがとう。花火ともっちいらっしゃい。みんな名前漏れてない、大丈夫。椎名さんね。ひらがなで椎名と、このローマ字で椎名、どっちがいい？椎名さん。椎名さんどっちがいい？うん。椎名さんどっちがいい？コックさんも入れてよ、入れてよ。フォローしてる人だったら全然 OK だよ。初コメなんだ、ヒゲじいさん。ありがとう。ローマ字で OK。椎名さん。SHI な。ヒゲじいさんも入れて、じゃあいつも見てくれねえんなら。どう？フォローしてる？椎名さん、椎名、 S が大文字だよね。椎名合ってるかな。椎名、椎名さん OK。 S が大文字で HINA OK。 ヒゲじいさん了解です。ヒゲじいはグレート花火だからここか。ヒゲ、ヒゲじい、ヒゲじい、オッケー。ありがとう。XXL はないよ。あのね、数は L で入る。M でも L でも入る。一応数 XL ね。XL。
XL 数は M でも L でも入るよ、うん、あのね格闘技の大会。え、ゾーマさんもいいの？ちょっと待って、今確認するね。ゾーマさん、ゾーマさん了解。ちょっと待って。あ、ゾーマさんフォローありがとう。じゃあゾーマさんも背負うよ。ゾーマさん、ちょっと待って、ここに、ゾーマ、ゾーマ、おい、ゾーマさんありがとう。あっちち了解。あっちち、あっち、あっつつになっちゃった。あっちち、あっちちさんありがとう。毎日着なくていいでしょ毎日着なくていいわ。大会っていうか格闘技やってんの今で、配信者の格闘技大会があるの6月に。でそれに出るユニフォームな、ユニフォームっていうか、まあ記念グッズみたいな作ってんの今で、リスナーさんのその T シャツを背負って、名前 T シャツを背負ってリングインするっていう、んとね、新木場っていう場所、東京、うん、そうそう、捨て頃って言うんだけど、うん、捨て頃って前回1年前に出て負けちゃったのね俺で、今回も出るんだけど、今ボクシングやってるんですよ、アマチュアで。新木場ファーストリング、そうそうそう、ねちょっと待ってね、捨て頃のあるかな、捨て頃、また出る出る出る、これか、あれ、捨て頃のポスターあるかな、捨て頃のポスターどうやって検索したらいいんだろう。捨て頃、あれないな、ないな。解放お疲れ、うん、頑張るよ。ねえな、ポスターが出てこないね。ステゴロ2のポスターがネットから出てこない。ステゴロのポスターある？九州からどういう？ネットで、あのツイキャスで放送されるから。前回30万人が見たからね。俺の試合2万人か、リアルタイム。すごかったよ。ないな、あった、あ、これじゃない、捨て頃の画像出てこねえな、なんで出てこねえんだろう。給料袋探さないと生活できないでしょビゴンさんそうだよ、出てこねえな。フードコートもあるよ。っていうかめちゃめちゃおしゃれなんですよ。びっくりしたの。なんかたこ焼きとかさ、なんかお好み焼きぐらいかなと思ったら、なんだったっけ、のんちゃん前回すごいおしゃれだったよね。なんかなんつうの、何でしたっけ、なんかそれこそタコライス丼とか、かわいいやつ、なんかおしゃれな感じだったよね。びっくりしたよね。なんかおしゃれなフードコートっつうか、ケータリングカーがボンって入り口にあって、え、何この本格的な感じみたいな。なんかみんな食ってたよ。うん。選手はタダで食えるんだよね。OK、レイ君。了解。フォローしてるよね、レイ君。レイ君フォローしてる？フォロワーさん一応限定なんだけど、大丈夫？レイ君フォローしてる？ちょ、フォロワーさん限定だからね。あ、OK、OK。レイ君了解。そうそう。あの、コメント書かない税のロム線税わかんないからさ。レイ、レイ、レイのレイどれだ？
心にレイ、心レイ、これかな、心に冷えるレイくん、レイくんで OK、 これで OK、 合ってる、レイくん、これで合ってるかな、これで合ってる、レイくん、心に、これで合ってるよね、 OK、 これでレイくんありがとうね、頑張るね、うん、了解了解。のんちゃん、いや、っていうかのりこはあれでしょ、俺車で送ってくから、うん、あの現地入り多分入れ時間一緒だと思う、増えた80何人ね、100人は背負いたいよね、うん、頑張るよ頑張るよ、応援よろしく、今回は暴れるぜ、楽しみだな。KO 勝ちだよ、 KO 勝ち、しびれる試合やりたいね、しびれる試合、やっぱ和田さんにこうやってやってもらいたいよね、和田さんにこうやって、これが見たいでしょ、これが、でもルールが厳しいんだよ、2分2ラウンドだから4分間なの、2分やって30秒休んで2分なのね、相手決まってる、もちろんもちろん、2分やって30秒インターバル2分なの、つまり4分間でどっちかで 3回ダウン取らないといけないんだよ。コーメンというところに行こうと思いますが、おすすめ教えて。あ、コーメン？いや、コーメンチェーン店だからどこの店舗も味一緒だよ。数、うん、いや早めに行けばいいじゃん。早めに行って戯れてりゃいいじゃん、のりこと。2、3時間前にも入って。うん、ありがとう、クラッカーありがとう、レイくん、ありがとう。和田涼角レフェリーだよ、そう、前回も和田さんだよ、マジ熱いでしょ。で今回なんかね、なんだっけ、リングアナウンサーが新日本プロレスの人だったよ、な、何さんつったっけ、いや本格的だよ、イベント時代はレフェリー和田涼角だよK1 とかに出てる人、あの有名なスキンヘッドの人、前回もあの人にやってもらったよ、田中ケロさんだ、そうそう、リンガーノは今回田中ケロさん、だからプロレスファンはお前ケロちゃんにお前名前呼ばれるなんてお前ずるいよってすごい言われてるもん、そうケロちゃん、そう、俺はプロレスとか分かんないから、でもプロレスファンからすると激アツなんだって、うん、それより前には入れないけど溜まってる、みんなもう配信好きのリスナーが出待ちしてるの、要はあの会場入りからもうお祭り騒ぎの、最初からね、わあ光くん来たとかみんなで騒いでんの、だから楽しいと思うよ、要は入場の楽屋とかも見たいわけじゃん、楽屋は入れないんだけどシャットアウトなんだけど、要は絡みたい人が出待ちみたいな状態だから面白いと思うよ、うん、当日もパワーよろしく、うん、新日のあの担当の人でしょ、ケロちゃんって。俺プロレスわかんないからあんまグッと来ないんだけど、のりゆきさん目当ての人多いね、うん、のりゆきさんをね会いたい人多い、すごい。え、のんちゃん今回ってさ、あのプレミアムチケットの方って写真撮影あんのかな、特典ついてるって。どうなんだろう、前回はあの入場1時間前に SS 席とか撮ってる人は全員と写真撮影してたよ、今回あるか分かんないけど、それは便所さんに問い合わせて、こんなの聞いてねえよとか言って便所さんがキレてたこんなお前聞いてねえ、なんで便所の金儲けに付き合うんだよとか言って愚痴ってたよ聞いてねえよなとか言って、みんなでバックレようぜとか言って、おはようかみせんに、便所さんめちゃめちゃ
なんか のりゆきさんがずっと客いじりしてたよ。こんな感じで、あのお客さんとツーショット写真撮れてたよ。こうやってリングのここに入ってみんな写真100人ぐらい撮ってたよ。これここね、これが特典だったかな。うん、給料袋あった、よかったよかった。ズキティのデカさよズキティのデカさよすごいよな、やっぱズキティ。これが会場。あのひな壇席を取った人はここで、正直ひな壇が一番見やすいと思う。番号振ってある席がひな壇席。ひな壇席熱いよ。シカトすりゃいい、会いたくないやつはシカトすりゃいい。楽しいよ、すげえ会場、超迫力あるよ。あのね、この距離、最前列だとこの距離で俺のこと見れるね。よりメッティが見れるよ、よりメッティが。よりメッティ好きには熱いでしょ。ツエデブは来ないでしょ。ツエデブって言い方よ。結構迫力あるよ。こんな最前列から撮ったのこんな感じだね。よりメッティが頑張ってるでしょ。よりメッティが。クモン流だね。まあ第1第2の流れで結構熱いカード出すっていうのがいつもの戦略だから。俺これ楽屋風景これだよ。ミノワマンとツーショットだよ。熱くない？ミノワマンだよ、ミノワマン。ヒカルくんはもうメインマッチだろうね、今回は。大取りだよね。ロハコさんが、ロハコさんのこのセコンドっぽさ。ワドさん、水飲みますか？ワドさん、僕は喧嘩持ってるので、握力がないので、ペットボトルはあげられません。ワドさんつって。ロハコさん、静かに。撮影は、まあ、暗黙の了解、スマホでは OK だったかな。食事制限どころか今回増量してる。今あの体重7キロ太らせた。桃七もねやるからね。今回ロハコさん OK 出た。セコンドこの写真が一番良かったって言ってたね、リスナーさんは。和道さん、この写真撮ったのを送りますって、私泣きましたって、どれさんと和道さんって、和道さん私これ撮ったんですけど、これ見て泣いちゃいましたって、男の友情っていいですねって言われたんだけど、これ違うの。これ何の話してるかって言ったら、どれさんが、和道ライターが売れねえよ、4個しか売れねえよ、大赤字だよ、お前すげえな、ステッカー何枚売れたのっていう会話なのこれえとか言って、え、私の涙返しでって言われたもん。わかる？これね、ドレさんがステッカーグッズ、この頃無名すぎてライターが4個しか売れなかった時の会話だから。ドレさんまだ早いよっつって、ヒカルくんここにいるでしょ。ヒカルくん、ワドさんいいっすね、ドレさんって友情っすねって、ワドさんいいっすねって言ってるけど、これも勘違いだから。これただね、物販の売れてるか売れてないかの話だから、下水話をしよう。下水。今回は鮫島さんとロハコさんがセコンド。あ、そうそう、和田レフェリーこれだよ。ほらすごくない？こんなさ、ポンコツの試合でさ、ていうか和田さんが一番強いでしょ和田さんの体やっぱすごいよね。和田さんもファイターだから、すっげえ腕太えよガタイが半端じゃない。背そんな変わんないのにさ。いやだから和田さんだよ。なかなか豪華だよ。だから便所さん本気だよ、本当になかなか豪華だよ。和田さんに俺怒られたけどね足引っ掛けんなって怒られた。懐かしいな、もう1年経つのか。こちらこそありがとう。
プロモーターは免除さん。そう、免除さんともう一人ね、実は裏方にいるんだけど、あれ何さんだっけ、名前どう忘れしちゃった。免除さんの東郷さん、東郷さん、あ、ウリダ純さんは客席に来るのかどうかわかんないけど来るみたいよ。なんかそんな話だよね。うん、多分あれだよ、客席に来るんじゃないかな。ありがとうビゴンさん、ありがとうビゴンさん、花火ありがとう、頑張ります、花火ありがとう、あざーす。すごいよね、なかなか。だから豪華だよ、本当にメンツとしては豪華だよ。っていうか桁が750万になってんだけど750万ってどんだけ欲張ってんだよ。よく見たら間違えてたわ。プロレスラー、いや東郷さんはなんだっけな、キャットファイトだっけ。東郷さんってあの、俺はあんま詳しく分かんないんだけど、プロモーターの人、あの女子プロレスのキャットファイトを主催ずっとやってる人かな、うん、750万は欲張りすぎだよね、うん、おお月野さんいらっしゃい、久しぶり。東郷さんはあのプロモーターで、あのもう結構長い人で有名な人、優勝とかないからだからみんなね、それね、前回もその話になったんだけど、和道さん絶対優勝してくださいって言われたんだけど、そもそもトーナメント制じゃないの、捨て頃は1試合1試合で終わりなの優勝とかないから、何回説明してもね言われるの。そんなね、アマチュアが何戦もできるわけないでしょ。なんかね、3分3ラウンド戦うのがどれくらい大変か。そうそうそう、意外とね、みんなね、優勝してくださいとか言うんだよ。これはね、リングの真下から撮った写真かな、リスナーさんが。結構迫力あるでしょ、この目線で戦い、しばき合い見れるんだよ。当時10試合ぐらい、当時10試合ぐらい、最前列やっぱいいよ。これも多分最前列の人だと思う。やばくない？この距離で見れるんだよ。客埋まってるよね。ド迫力、ド迫力。だから汗が飛んでくるって言ったもん。すっごい、もうバジンバジン汗飛んでくるって。ボクシングって打たれた時パーンって汗飛ぶのよ。もう汗だくだから。あれ、わざとじゃなくて、説明したんだけど、まずね、便所さんがこれグローブとか、を1個しか用意してなかったの。まずこれがありえないじゃん。だから楽屋でその金梅さんが終わった後、金梅さんが脱ぐんだけど、レガースって言って全部の防具を、早く早くって言われてるけど、そんなの無理だよっつって、金梅さん脱いどれもうボロボロだから、体が。ありがとうビゴンさん、花火ありがとう。だからみんな体もう打たれた後だから、意識もう朦朧としてる状態でスタッフが脱がせるので、今度緊張してる俺らに吐かせるじゃん。で、ロハコさん行くよって言ったら、ロハコさんが消えたの。あれって、ロハコさんどこ、ロハコさんどこってなったっていうのが、要は段取りが悪かったんだよね。ロハコさんが入場するときに勝手にリングインしちゃったの。あ、僕は剣冠持ってるので、スポットライトとかだとダメなんですね、和道さん、つって。いや、それ、事前に言ってよ、みたいな。いや、勝手に入場とか言われても、僕は、障害者なので、気違いなので、わからないんですね、とか言って。うん。めちゃくちゃだよ、本当に。うん。ピオンさん、ありがとうね。うん。まあまあ、そういう感じだね、そういう感じ。豪華だよなぁ。和田さんにさ、こんなシーンとかすごくない？和田さんにチェックされてるんだよ。うん、ありがとうリンさん。この映像貴重だよね、うん、プロの人だからね、この人は。あの K1 とかで見たことあるでしょ、格闘技知らない人でもなんか見たことあるはずなんだよ。世界的な大会とかよく見るでしょ、この人。
XL あるよ。うん、月野さんありがとう。うん、すごいよね、よくよく考えると。汗が弾き飛んでるシーンとかないかな。なんかパーンって飛ぶんだよね、やっぱしぶきが。あ、テルに撃たれた後あるな。こんなんなってたね。このテルにやられたところ、痛い痛い痛いっつって、これテルに蹴られた後だね。テルもね、なんか足ぐちゃぐちゃになってたもんね、うん、もう足引きずってたかんな、超痛かった。俺は直樹兄さんっていう人とやるらしい。めちゃめちゃ痛かった。ほんとね、前回は300席満席。うん。300席満席。うん。で、今回もソールドアウト。チケット販売してからもうものの5分ぐらいでソールドアウト。うん、だから、大好評だね。大好評。練習風景とか見る？楽屋の練習風景あるよ。見るかい？これが練習風景。これ誰もいないリングね。これ誰もいないでしょ。ここセブンさんがいるでしょ。練習。おはよう、チクチクキノコタン。こんな感じで誰もいないところでずっとアップしてる感じ。いや、俺前回ボロ負けしたわ。今回はリベンジだよ。一眼レフは多分禁止だったと思う。携帯電話だったら OK みたいな。おはよう、よいかさん。俺は格闘技やってないよ、この頃。ドレさんから教わっただけ。ベンゾさんに聞いた方がいいね。一眼多分禁止だったと思うんだよね、確か。あと動画撮影もダメっていう。で、配信やったら一瞬でつまみ出されるね、スタッフ。もうゴリゴリのなんかプロレスラーみたいなスタッフにつまみ出されるよ、うん、ああ、了解了解、ありがとう。チクチクキノコだ。入れてなかったんだ。名前まだ入れてない人言ってよ。みんなの名前背負いたいから、これ捨て頃に着てく T シャツね、名前入れてよ。言って、名前入れてって。入ってないよね、チクチクキノコタン。チクチク、キノコタン。ありがとう、チクチクキノコタン。入ったよ、ここに。チクチクキノコタンね。みんなの名前背負わせてね、よろしく。まあ、一眼レフは外で撮ればいいんじゃん。会場終わった後、みんな出てくるときに、みんな、こちらこそありがとう。一緒にリングインしようね。うん、うん、いや、俺が嬉しいよ。うん、みんなの名前背負ってリングインすっから。今まで支えてきてくれてた人を背負って、この人たちのおかげでここに来れたっていうね、そういうの熱いじゃん。みんなとここまでやってきたぜっていうサクセスストーリーだからね。
はいはい、また来てね。T シャツは物販で売るね。で、物販が今決まってないんだよね。あのね、物販まだ決まってなくて。で、あ、そうなの？そうなんだ。物販まだ決まってなくてまずいなってなってんだよね。あのね、ワン太郎に頼んだらワン太郎に蹴られちゃったんだよね。ごめんなさいっつって。やっぱ、あの、自分でどうにかチケット手に入れるんで、つって。物販誰にお願いしよう。そうなんだよな、物販決まってねえんだよな。 T シャツ物販で売るね。どうすっかな、物販。のんちゃんコムショーだから無理。配信者にお願いしたいんだけどね。いや、のんちゃんチケット買ってるもんだし、のんちゃんはもうファンだから。俺の一番の、のりこは金勘定計算ができないって言ってたよ。アドさん、のんちゃんはアホだから計算ができないって言ってた。売り上げずれそうだもんね、のりこに物販やらせたら。どうすっかな。いいんじゃん、最悪無人でいいでしょ。なんか賽銭箱置いといて、賽銭箱ボンって設置してセルフでやろう。誰かいっかな。ロハコさんはセコンド、ロハコさんと鮫島さんセコンド。6月のね23、無人でもいいよ。捨て頃だね、達也さん。捨て頃の話どうすっかね。無人やばいかな。そうだね、石膏でも置いとこうか。スケさんとか置いとけへんじゃないの。スケルトンのスケさん、スケさんいるから、スケさん置いとこう。無人まずいよね絶対ね。誰かいるかな。売れる、売り子、売れる子。まあなんとかなるだろう。ワン太郎が一番良かったんだけどね。解放は自分でもうチケット手に入れたっつってた。主催やってくんないよ。渡辺っていう人が知らない。石野は絶対協力してくんない。石野は協力してくんない。嘘。でも荒野に物販お願いするってなんか情けなくない。一応荒野俺よりも稼いでるから。いやだから、そのある程度俺よりも実力ある人にお願いするの、物販はっていうのはちょっと失礼になるから。いや、ワン太郎とか後輩だったらいいんだけど、さすがに荒野はね。いや、カオス、いやカオスも考えたんだけど、カオスやってくんなそうじゃん。カオスイベントごととかに出た試しがないから。俺はカオスにやってもらいたいっていうのあったけどね。カオスだったら全然いいんだけどね。普通にリスナーさんとコミュニケーション取れるし。カオス今リハビリ中だからな。誰かいるかな。まあ誰かいるだろう、当日。サプリか。サプリやってくれっかな。あ、サプリイケメンだしいいかもね。新宿じゃなくて池袋だし、住んでんの。
あ、サプリいいかもな。今度サプリコメント書いてくれた時に聞いてみるわ。サプリいいね。っていうかアグリンは来んの？今年は。アグリンはチケット手に入ったの？サプリいい。うん。サプリいいな。25、26だったんだ。23だね。23。みーたんは何、ディズニーランドか行くの？25、26。卵味噌は北海道、卵味噌いいよ。だから北海道から来るのはかわいそうじゃん。チケットないんだ。当日並んだら入れるよ。絶対入れるよ。卵味噌いいんだけど、あいつ北海道だからね。並んだら入れるよ、絶対。立ち見来ないから。30人40人の立ち見席分。立ち見席絶対取れるよ。誰も来なかったもん。唯一来たジェダイさんは配信つけてつまみ出されて爆笑されてたもん。業務連絡、業務連絡。ただいま不審者が現れました。不審者はつまみ出しますのでご注意くださいってアナウンスでドカーンって笑い起こって、誰誰っつったら、メンジョさん楽屋に来て、あれだよジェダイだよとか言ってジェダイさんがつまみ出されてたから、前回会場爆笑起こってたもん。物販は、中の物販と外物販があるの。会場の中物販と外物販があって、どっちに振られるかわからないの。だから外物販だと、まあ見れないね。中部。でもね、ぶっちゃけた感じだよ。これ裏図なんだけど、試合の時だけ中入れるよ。物販ほっときゃ。ごめんなさい、見たいんで、とか言って、そーっと入ってきゃ見れる。あのね、大丈夫だと思う。立ち見席っていうよりも、会場がめちゃくちゃ狭いの。だから、5000円のひな壇席でも全然楽しめる。肉眼で見れる。行った人はわかるけど。VIP 席は、まあ、さっきの最前列なんだけど、ちょっと待って。全然楽しいよ。もう、要はね、300席の会場だから超狭いのよ。ちょっと待って。会場の広さ。会場の広さが、これが会場なのね。これ会場で、後ろのここあるでしょ、このダンス、これがひな壇の一番上、わかる？だから1段2段3段4段5段5段目かな、この距離だから。だから写真でここで顔わかるでしょ。だからむしろね、ひな壇席が一番見やすいぐらいの。いいでしょ。で、立ち見つっても会場の一番端っこがあそこだから超狭いよ。あ、物販ね、リスナーさんには一応お願いしないんだ。ミーターさんありがとう、ありがとう。一応ね、生主にお願いしようと思ってるから、ありがとうね、気使ってくれて。え、ひな壇なんだ。のんちゃんも今回ひな壇選んだっつってたから、ねえ、のんちゃんと遊んでなよ、一緒に。こんな感じ、こんな感じ。これが会場なんだけど、後ろに見えるでしょ、人が。全然こんな感じよ。立ち見席だからこの辺でしょ、この人たちでしょ。この距離で見れるよ。わからない？いや、だから、肉眼で見れる距離だよ。東京ドームとかってモニターで楽しむもんじゃん。全然肉眼で楽しめる距離。だから、どの席からも、なんつうの、臨場感、これくらいの臨場感で見れるよ。どっからでも目で楽しめる。メガネかけたりしたら、目悪い人は知らん。そう。どっからどう見ても楽しめるレベル。全然安心していいよ。だから、ヒカルくんが立ってるところが一番奥ぐらいだから。
光くんとかこの光くんの後ろにいる人とかいるでしょ。なんかこうやって目が合うぐらい会場で。わかるでしょ。これくらいの狭さ。全然楽しめるよ。全然いける。新木場超いい。もう狭い箱なの。後ろだから 3席ぐらいしかないもんね、リングから。3、4列だもんね。めちゃくちゃいいよ。一体感めちゃめちゃある。で、みんながダーンって騒ぐと、ボーンって言うよ。300人がうわーって言うと、バリ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 って窓ガラス言うよ。だ楽屋とかすごかったもん。バリ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 っつって。うわ、誰かどうなったみたいな。もう全然放送で見てんの全然レベルが違う。絶対来た方がいい。激アツだから。超面白いよ。いや、すごかったよ。うわ、誰かなんかやってるっつって。まあ、その俺試合前で楽屋でバリバリバリって聞いて、何があった何があったっつって、すっげえ迫力って言ってたら、達彦がパッて帰ってきて、どうなったっつったら、金梅さんがしばかれましたって言ってくっそ笑ったけど、えっ、金梅さんしばかれてんのっつって、はい、セブンさんに金梅さんがしばかれてますって見てーって思ったもん。それは面白いよね。なんかびっくりしたもん、金梅さんがすぐ終わったからでもね、楽屋が一番面白かったね。なんか金梅さん負けたじゃん。で、俺同じ楽屋だったの、金梅さん。俺も負けて、とにかくね、負けが4連戦ぐらい続いた楽屋だったの。この楽屋呪われてるだろうっつって、でその時光くんが勝つんだよ。で、光くんが勝った瞬間の金梅さんが、和道くん俺の勝ちだわっつってたの全然意味わかんなかったよ。和道くん光が勝ったっつうことは俺の勝ちだわっつって、すげえテンション上がってたよ。何言ってんだこの人と思って、うん、誰も金梅さん負けですよってみんな言ってたもん。金梅さんは負けましたよ、そうなのとか言って、うん、チームプレーでしょうとか言って面白かったな、あれ。かわいいよね。あ、ペニーさん、いや、ペニーさんチケット持ってるでしょ。ペニーさん、あ、違う違う、ペニーさんリザーバー、いや、演者。ダメダメダメ。ペニーさんは忙しい。演者。いや、楽屋もう行ったり来たり。いや、誰かが怪我したりとか、すぐもう出ないといけないから。無理無理無理。ペニーさんリザーバーだよ。今回。忘れてた。いやー、でも盛り上がるよ。え、ノンラブは前回来たの？第1回の頃。うん。いやあれはね、話せないんだけど、楽屋でドラマがあったんだよね、セブンさんと。それはもう話せないけど、感動したよ。だからスタッフとかやるとね、そういうのが見れるから面白いよね。去年去年物販やったやつは裏切って TCP やってっかんね。あ、そうなんだ。ネットで見てたんだ。今回は生で見たらもう感動するよ。ノンラブオフ会行こうね。泊まるんでしょ、その日は東京。みんなで飲み行くから、一緒に行こう。ダメだよ、他の人のとこオフ会行くとか言ったら。私、あっちのイケメンの方行くってね。まあでも、誰かしらつるんでみんなで移動するんだと思うけど。まあ、どうせあれだよ、お決まりの歌舞伎町でしょ歌舞伎集合だよ、うん、歌舞伎集合、歌舞伎解散でしょ。どうせみんな朝まで飲んでんだよ。
去年はお通夜だったけどな。去年のお通夜な感じはしたくねえな、本当に。一言も喋らなかったもんな。キャスバーがないんだよ。キャスバーでみんな集合って言ってたのに。愛はどつ。朝帰る。うん。それがいいよ。せっかく配信者オールスターで集まってるわけだから。あ、去年はのりゆきさんのところで見てたんだ。のりゆきさんやっぱオーラあったよ。うん、っていうか楽屋でのりゆきさんミット叩いてたんだけど、一番センスあったかんね。みんなビビってたもん。パンチめちゃめちゃキレがあんの。どうやってやんのつって、俺もやりたいっつって、こうやって持ったら、バンバンバンとか言って、めちゃめちゃ重たいの。いいねっつって、バンバンとか言って。のりゆきさん強っとか思って。体重重いじゃん。フォーム、運動神経いいんだよね。こうとか言って、バンっつって。おい、すーごつーさんいらっしゃい。ねえ、去年入院しちゃったかんね、解放ね。あれ、解放どこ行ったっつったら。隔離病棟入院してたかんね。今年は楽しいんでね、解放。負けらんねえよな。2から出てくる売名生主ども蹴散らさないといけないから。1の選手はプレッシャーだよ本当に。もうでも今年で終わり、もう無理。本当に辛い捨て頃は。もう演者として、要は、1回で十分だよ。本当に大変だから、プレッシャーとか、体作りとか。もう出たくない。もう今回勝って逃げるよ、俺は。いや、俺今回もう宣言してるもん。今回勝ち拾って逃げる、つって。勝ち逃げするわ、つって。無理だよ。アグリン、生で見たらわかるよ、本当に。だって1ヶ月歩けなかったんだって、本当に。あばらも今痛いでしょ。体ボロボロだもん、みんな。ヒカルくんも膝いかれてたしね、膝かどっか。だから、みやびさんの気持ちと俺の気持ちは一緒だよ。このままやめらんねえっつ。お便所さんにお願い頼むから出してくれっつって。でも、みやびさんすげえよな。前回ドルさんで、今回カズ軍曹だよ。なん、みやびさんかわいそうだよ。なんか強いやつばっかりで。いや、みやびさん男だよな。ねえ、なんか見ないね、みやびさん最近。いや、そうだよ。ヒカルくんが壊れたのも俺が壊れたのもドレさんだから。あの人さ、いや、ドレさん悪口じゃないよこれ。愛はあるからね、誤解しないでほしいんだけど、俺らがスパーリングやるときはもっと手抜け、もっと手抜け、ダメだよ、顔当てたらダメだよって言うけど、本人がリング上がると、てめえ来いよ、根性見せろっつってボッコボコにすんだよ。もう正気かよみたいな。熱くなるな熱くなるなって旗で見るときは冷静なんだけど、自分がやるときはもうファイターだから、来いよみたいな、気合だよみたいな。うん、軍曹だよ。いや、軍曹強いよ、軍曹強いよ。フィジカルがやばい。体ができてる。いや、喧嘩屋でしょ軍曹。普通に根性あるよ。まあ、みやびさんは、軍曹。軍曹が本気でやったらちょっと、死ぬね。まあ、だから勝ったとき、面白いんだけどね。番狂わせがあるから。まあ結構見応えあるよ。いろんなとこ。辰彦なんか、地下格闘技25戦ぐらいやってるけど、辰彦の対戦相手ってあれだよ。インターハイ無敗だよ。ボクシングでインターハイって、プロボクサーの B 級ライセンスクラスになんのよ。要は8回戦ボーイ。プロボクサーの域だよ。で、一回も負けたことないんだって。やばくない？セブンさんのセコンド？
達彦も油断できないよ。俺は達彦勝ってほしいけど。いやいや、インターハイだから覇者だよ。無敗、高校生の時無敗だった人、ガチ勢。うん、リナネコは出るっしょ。リナネコ出るっしょ。リナネコとモモナナでしょ。ブラジリアン柔術、うん、すごいよ。目白押しだよ本当に。楽しみだね。え、赤さん T シャツ名前入れちゃダメなの？赤さん、赤さん名前入ってる？赤さん背負っちゃダメなの？いやー、もうあと1ヶ月楽しんでいきましょう。赤さんありがとう。じゃあ赤さんで入れるよ。ありがとう。チクチクキノコタンの横に入れよ。赤、赤さんありがとう。うん、今度はね、笑った喜びをシェアしないと。あ、そうなの。俺のギャラクティカマグナムをね、スカーンって。おい、マチルダ和田通、お疲れ、久しぶり。さあ、楽しくなってきたぜ。いや、解放もう声援頼むよ。和道って和道コールだよ。和道コール、うん、延長代ありがとう、アイテムありがとう、ノンラブアイテムありがとう。あ、でも今日これまでにしとくよ。うん、ありがとうね、ノンラブ。今日これくらいにしとく。うん、ズゴーっつってありがとう。みんなで応援してね。 T シャツ同じの着て、和道 T シャツ着て応援して、うん、気合い入れてこう。それじゃあ皆さんありがとうございました。Twitter、YouTube、ふわっちの3点セットフォローよろしくお願いします。それじゃあ皆さんお疲れ。あゆさん風船ありがとうね。お疲れ様、ありがとう。